ちょっと明るくなってるね。いる？もういないです。あ、やっぱ帰っていくんだ。うん。ちょっと待ってよ。うん、すごい。ウニくらい。ウニ、ちっちゃいのいっぱいいるね。うん。へえ。うわ、なんこれ。貝やん。お、貝やん。あ、それ中入ってる？あ、入ってないね。中は入ってる。うん。おー。涼しい。こんなに涼しいんだ。はい、おお。見にかかりました。落ちたら危ないぞ。
5時8分ですね。あ、真正面だけど、当たるなんて。バッチリでした ねすごかった、よかった、
でも料理出るときはあのやっぱ朝こんな時間に出るような。そうですね。あ、そうなんですか。はい、ここは何地区っていうんですか。布施地区です。あ、布施地区。あ、布施。布施。はい。私の家はここなんですけどね、うん、その地区。あ、白いやつ、はい、あ、そうなんですか。はい、お疲れでした。あ、すみません。よいしょ。コーヒーあげてあげて、あ、入れてあげたら。コーヒー、うん、入れてあげて。すぐ来るからトントンと、ここでトントンとして届かんか、まだ、うん、まだ、待って待って待って、うん、だって広いから。めっちゃあげる。半分ブラックでいただきます。昨日僕たち見たあの杉、これだよ、こいつだよ。こんな詰めるんだ、うん、すごい。こんなにこれで2人乗りできる。そう、ここにクーラー、ここにクーラーバッグ置いてるんですよ。うん、前はこれで嫁さんと2人でキャンプ行ってたんですよね。懐かしいな。そうでしょ。もともと飛行機作ってたから、こういうコペラなんかそういう話ですよね。よいしょ。乾いたかな。はあ、乾いてるね。あ、ちょっとタオルが意外に乾かないんだね。うん、まあちょっとあっちも乾くか。これ太陽の光で。綺麗です。猫、朝飯まで寝転がりながらツイッターのチェックなどしてみようかな。よし、あ、ちょうど6時か。多分7時だな、朝飯ね。ちょっとテレビニュース見てみるか。6時だもんな。おはようございます。はい、7時05分、朝飯、まだ呼ばれてないんですけど、ちょっと行ってみます。よいしょ。タオル持ってくか。
よいしょ。朝晩お願いします。回収だとかね、シール貼ったりとかいろんなことになっちゃうんですよ。うん。すみません、まだご飯中で申し訳ない。どうもどうもどうも。お疲れ様。
完全に乾いた。もう完全に乾きました。いい。で、これをこのアルミとこの、なんですかね、このプチプチとアルミの、合わさってですね、包むと。リールタイムを時間もね、不良よし、これをこれよよし、はい、8時29分、そろそろ出発をします。で、持ち物はもうこのバッグだけですね。はいはい、よいしょ、はい、ちょっと、よいしょ、うん、よいしょ、そう、カーブがあるから気をつけて、はい、はい、じゃあ行ってきます、はい、よいしょ、よいしょ、はいはい、あ、すいません、はい、はい、お疲れ様です、はい、マスクしてたね。太陽当たっとるやん、太陽当たっとるやん。お住まいはあちらだそうですね。ここ誰見えたこれお母さんの見えたです。よいしょ、今ここですね。で、今日はぐるっと回って、最初はですね、戦争以降のところですね、見張り台があったところですね、空港の近くで、滝によってで、なんかちょっとこう、味わいのトンネルがあるっていうの、トンネル寄って、で、この白島海岸に寄って、で、神社寄ってから、港ですね、カッパ遊覧船に、ちょっと乗船しますんで、で、その前にちょっと西ですかね、うん、って感じです。34ですね、やっと出発です。ちょっとあの GoPro の、メモリーカードがもういっぱいになっちゃってて忘れてて出発する寸前に気づいて、はあ、これ暑いよ。
反射するんですよね。どうしても浮いちゃうし。望めるようになってますね。バイクを貸していただいている、お家ですね。もうあの宿の お母さんがここに置きなさいって、私の自転車も置いてるからって置かせてもらってる。そこの、まあ、あの住んでるお母さんが出てきて気をつけて行ってらっしゃいって言ってくれました。あ、ここか。ここが、一旦引き分けですね。私よりも2日前か、来ている、京都在住のドイツ人親子、うん、お父さんと息子さんね、うん、でお母さんはちょっと、お腹が大きいので、ちょっと来てませんってことで、ご飯一緒に食べて晩飯から一緒になって、であれですね、いろいろお話しさせてもらって、で朝一緒に、日の出クルーズに行ったと。昨日の晩にあの宿のおやさんが日の出見に行くかって、うん、明日の朝フェリーで、まあ、本土に戻るんですけど、朝8時半だからちょっと6時頃に朝飯をちょっと、いただくようなお願いしようかな。
のグランドか。一緒にあったような感じなんだよね。これか。これ。ん？牛か。牛おるやん。これ興奮なんじゃない？ボーロー跡ね。遺跡ね、遺跡を利用して、遺跡をちょっと利用してこう作ったのね。日露戦争前の1898年、明治31年に、ロシアとの国際情勢が緊迫する中、作られたと、日本各地に設置された海軍防炉の一つですと、標高135メートル。ちょっと真上行ってみるか。真上でもここだな。あ、飛び込んでるね。
ちょっともうこれがないから、ちょっともう本当、本当あとだね。何も分かりませんな。残っててもいいようなもの。惜しいね。そうですかってことですね。9時32分、34度ですね。防漏跡ですね。あの見張り所の跡を、ちょっと見ました。もうまあ元々大したあれ作りじゃないっていうか、あのこんもりさせて、あの周りをちょっとあの持ったっていうやつですね。うん、で、灯台があるというので、そこが。あ、本当だ、あるよ。なんか可愛い土台だね。おお、あ、すごいね。わあ、潮がなんかすごいな、これね。ぐるぐる巻いてますよ。へえ、潮が巻いてる。これはわかりますかね。この潮目がすごいですよ。この潮がぐるぐるっとあの辺で巻いてる感じですよ。で、ここは灯台です。はい、西郷じゃん、西郷なんだね。西郷岬の、灯台、西郷灯台です。はい、西郷灯台、これはもう完全無人だね。あ、あそこ展望所があるけど草がいっぱいあって、これ見えんやん。見えんよね。ね、木が刈らないと。はあ、これ神社があったんだ。ちょっと味わいしょうか。
ょっと見えるの？あ、ちょっと見えるんだね。なこれ、トカゲ岩。ん？どこ？え？ここの。ああ、あそこトカゲ岩。少しなんかここがこうぐーっとこう、うん、塩がこうぐる渦巻きになってる感じですもんね。すごいな。42分33度ですね。西郷岬にある灯台、をちょっと見学しました。もう完全無人の小さなあの可愛い灯台ですよ。暑い。で、この潮がちょっと渦を巻いてるような感じで、ちょっとすごい風景だったな。動いたかな。
船小屋、船小屋。どうしよう、死んでも。半分疲れてないような感じですね。これ疲れてね。はい、船小屋、ちょっと見ました。ちょっと全然ノーチェックだったんですよね。看板が出てきたことで。日露戦争前の1898年、明治31年に、そこが、ん？わかりますかね、この塩、この潮目がすごいですね。最高峰だ。これこそ完全無人だね。お前もか。見えますね。